Crystal Reportsは、幅広いデータソースをもとに、レポート、帳表を作成するためのアプリケーションであり、レポーティングツールの事実上の標準となっている。通称、クリレポ。開発元は、買収によって移り変わっており、古くは、クリスタルディシジョンズ社が、ビジネスサブジェクツ社によって買収されたが、現在は、さらなる買収により、SAP に変更になった。最新の SAP クリスタルリポーツ2013では、XML 形式でのデータエクスポートや、Adobe Flash の埋め込みなどに対応しているほか、SAP 社の注力データベースである、SAP HANA への親和性が整えられている。レポートの共有のためのCrystal Reports Viewerが無償で公開されており、Windows 環境、Mac 環境でレポートの参照が可能。カスタムアプリケーション開発の中で、帳表機能として利用されるケースも多く、マイクロソフトのソフトウェア開発環境である、Visual Studio などには、Visual Studio 2008まで、Crystal Reportsの OEM バージョンが統合されていた。なお Visual Studio 2010以降は、標準バンドルが廃止されており、無償アドオンを SAP 社よりダウンロードし、開発環境へインストールすることで継続して、開発環境の利用が可能。また、Java の開発環境として広く利用される Eclipse へも、Crystal Reportsアドインが公開されており、無償で開発環境を利用することができる。Crystal Reportsは、帳表アプリケーションや帳表ツールとして単独での利用ができる以外に SAP のビジネスインテリジェンスアプリケーションのフルスイートである SAP ビジネスサブジェクッツビジネスインテリジェンスプラットフォームの中で帳表ツールとしての位置づけでも利用することができる。このスイート製品の中ではモバイル環境でのCrystal Reportsのレポート活用やスケジュール繰り返し実行など中規模から大規模での利用が容易に行える工夫が多数準備されている。ありがとうございます。